まあ、結構その5周年に紐づいていろいろこうレーベル内でも企画を今練っているんですけども、で資料でその5年前の写真とかを見せていただいたりする機会があったんですけど、まあやっぱ若いっすね結構。で一番大きく変わってるのはちょうど5年ぐらい前の時期って僕前髪の流し方が左側に流してたんですよ。で結構ここしばらくはずっと右に流してて、なんでかっていうと右に流してる時の自分の顔が好きだからなんですけどもいやこれがね結構違うんですよ。うわ懐かしい。あでもそのこれ5年前の記事ですか。その5年前の記事右に流してますね。だからその顔が好きだからです。だからいやこれあってその左に流すとちょっとそのなんだろうな凛々しい感じになって、右に流すとちょっとフェミニンな感じというかキュートな感じに見えてっていうのがあって、でたまたまこれ面白いなと思うのが、今日はどっちかというと左に流してて、でこれはこっちの顔が好きだからとかじゃなくて、もう癖がすごいんじゃん本当ね宿毛矯正をかけたんですよ。かけたんだけどやっぱりちょっとね、いや世界っていうのはなかなか手強いものですね。